ミチフチャンネル素早い動作ありがとうございます。本日リンミュージックさんにお伺いしておりまして、新製品の動画を、撮影させていただいております。デノン担当の、方と、今レビューの作成に移らさせていただきたいと思っております。この、デノンの新製品の前に、レビューをちょっと作成させていただいておりまして、こちらの方ですね、こちらの、ヌマークの新製品、こちらをさっきレビュー作成させていただいておりました。あと新製品目白押しということで、ちょっとこちらの商品の他に、あとレーンの商品も後ほどレビューを作成させていただこうかなという状態でございます。こちらですね、はい、本題にちょっと移らさせていただきますが、はい、レーンとデノン DJ とルノークのその担当者の方は一緒で、はい、今チクチクと素早くやっていただいた方が、はい、この担当の方でございます。はい、中の人です。はい、中の人でございます。はい、あ、すいません、本題からまたちょっと外れてしまいましたが、本題本当にちょっと行かさせていただきたいと思います。チクチク。当店では DJ を中心にドラム、シンセ、DTM に関するお役立ち情報を配信しております。最新機材レビュー、アーティストレビューに加えて、初心者の方も楽しく楽器や DJ が学べる講座を作っております。詳しくは概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。チクチク。デノン DJ の、はい、素晴らしい新作でございます。 LC1000 ですね。はい、もともとそのデノンっていうのは、日本のメーカーで、で今開発も日本で行われている感じですかね。日本とドイツとアメリカと、はい、各そのセクションごとに担当、エフェクト担当は、エフェクトとハーバー、あとはドイツだったりアメリカだったり、ちょっと DJ 機材の中でも本当に高級メーカーに続けて素晴らしいものを連打しておりまして、世界のそのトップ DJ もこれを使っているという、誰でしたっけ、そうですね、海外のレイドバックルームとか、はい、リバーヘルメンスのあたりが結構出てますね、うん、超トップ DJ も使う、高級機という、そうです、素晴らしい用事病名ある使って、ウーさんを使って、はい、そんな素晴らしい、超新製品がこのウーさんの LC6000、 はい、じゃあちょっと早速特徴を教えていただいてよろしいですか。はい、LC6000 はですね、SC6000、また SC6000 の拡張コントローラーとなってまして、こちら SC6000M というモデルなんですけども、一つのコントローラー、メディアプレイヤーから、2つの音楽が同時に流せるので、いわゆるレイヤーという機能を搭載しておりまして、波形が2つ出ているということですね。そうです。本来は、LC6000 が出る前は、このちょっと分かりやすいんですけど、このようにレイヤーを A、レイヤー A、レイヤー B、こうやって切り替えて音を出してたんです。でレイヤー B を再生すると、これ1台で、2台デッキ分、そうです、 CDJ2 台分みたいな、そういうことです、効果が発揮されてた、そういうことです、はい、で、この LC6000 を接続すると、これはもう USB で、そうです、 USB です、USB 1本で、プレイヤーをつなぐことによって何が起こってしまうのでしょうか。波形が2本出るようになりまして、あ、さっき1本だったところが、そうですね、2本になります。で、こっちでコントロールができるようになるということで、すいません、何言ってるか、ちょっと何やってるかちょっと分からなかったっていう方のために、はい、もう分かる人なのか、大半で素晴らしい方ばっかりが視聴していただいてると思います
が、あの初心者の方も見てるという可能性もあると思うので、はい、一応これ1台だけでもあの2台分としてレイヤーモードってことで2台分として使うことがもちろんあのできるっていう素晴らしい機能の、DJ プレイヤーであったのですが、はい、こちらを使うことによって、2台分がさらに使いやすくなってっていう、まあ液晶がこっちの液晶で全て兼ねるという、まあ、一体型 CDJ みたいな感じで液晶が使われるってことですね。例えばその、デノサントプライム4みたいな感じで液晶画面1個こういうああいうやつですねっていうことで使えると、これ、まあ、1台で2デッキ分もちろん使えるんですが、これ拡張機能 USB で、接続してもらうことによって、このレイヤーで今デッキどれだろうっていうんで、まあ、1台でもできるんですけど、まあ、ちょっと紛らわしい大変っていうことが、ならないように、もう1台 USB でつないで、その解決策がなんとこちらの LC6000 っていうことで、まあ、1台につき SC6001 台につき1台つなげられると、はい、で普通に DJ がこれでできてしまうとっていう素晴らしい画期的なものが発売されましたっていう状況でございます。はい、レイヤーモードを 100% 使いこなすためには、はい、LC6000 が素晴らしい。でもちろんこの SC6000 のスタンドアローン、この本体 の, その使い方っていうのももちろんありますが、それテラートとか普通の DJ コントローラーとしてもあ素晴らしい。はい、チェックチェック。はい、こちらなんですけど、まあ、特徴としてはあのやっぱり SC6000 で、別でコントローラーとしてパソコンでも使えるっていうふうでお話しさせていただいたんですけど、もうそもそもそんなそんじょそこらのコントローラーとは違うと、このデノン DJ のやっぱ素晴らしいところっていうのは筐体の素晴らしさ、もう本当に安く作ってないっていうところがすごくしっかりしてて、ボタンを押した時の挙動ももう歪みが全くないんですよ。ほとんど金属で押した感じとかもものすごく安定してるという状況ですね。いやもうこれは実際本当に触れてみていただけると分かるんですけど、安いコントローラーだとこういう本体に触れると多少たわんでしまって、あの合成感がすごく薄かったりとかするので、まあ、スクラッチする時とかもやっぱりちょっと揺れとかたわみっていうのがすごい気になったりすると思うんですけど、本当に合成がむちゃくちゃしっかりしてるんで、あの安心して操作しやすいっていう感覚になってくると思います。で、もちろんその操作のそのボタンっていうのも SE6000 同様、このホットキューボタン A2C8個のパッドボタン、こちらも同様にありまして、でループロールスライサーとこのパラメーターをこれで変えていけると、そのパッドの操作それももちろんついておりますよと。もうこっちのもうほとんど、まあ、回らないぐらいがもう互換性ぴったしという、もうボタンもほとんど同じなので、でニードルサーチがついたぐらいですね。そうですね、で画面がなくてニードルサーチついてちょっと回らない、タッチセンサーでクイックレスポンスっていう、でお値打ちにもうこちら1台導入してもらって、LC6000 っていうところでお値打ちにデノン DJ を味わっていただけますという状況でございます。やっぱちょっとこれ2台買うとさすがにいいお値段してしまうので、これ1台で、LC6000 を導入いただくことによってかなりお値打ちでデノン DJ っていうのが始められるという、その画期的な機械っていうのが LC6000 っていうことになっております。はい、で他 SC6000 以外にも対応してる、対応してます。SC6000、SC6000、SC5000、それぞれレイヤーモードを搭載しているので対応しております。で一応そのデッキがこの2つ
画面が曲が2つ、はい、2つ分かれてちゃんと表示されてるのに新6000。そうですね、6000シリーズのみですね、うん、それは5000のと表示されないから、ね、まあ、すごく快適に表示されてすごく快適にできるっていうのが SE6000 ではありますけど、もちろんあの他のさっきおっしゃっていただいた、他の機種でも対応できますのですごいおすすめですよと。まあ普通のコントローラーからするとちょっとお高いなっていうふうに思うかもしれないですけど、このボタンの作りと本体の作りとかむちゃくちゃしっかりしてて、まあこういう物理的なすごく素晴らしさっていうのが非常に高い崇高なモデルとなっております。いや、もちろんこの今回 LC6000 のちょっとご紹介ではありますが、このデノン DJ のこの X1850、 こちらに関してもものすごく剛性がしっかりしておりまして、もうクリック感とかフェーダー感とかこのノブ感とかもむちゃくちゃいいんですよね。もちろん音質もいいし、あの全てにおいて素晴らしいんですけど、デノン DJ っていうのはやっぱりもう細部のこだわりっていうところがものすごいので、もうここの剛性感は本当に半端ないですし、はい、普通プラッターとかグラグラするモデルとかあるんですけど、本当に安定感抜群なので、やっぱあの本当に最高峰の、まあ、DJ の中のもっとあの高級感ある一歩上の製品っていうのをお考えの方はぜひデノン DJ で お考えいただくのがいいと思います。チュクチュク、他には何かいいところ？LC6000、セパレート型のコントローラーって意外と珍しいと思うんですけど、意外と拡張性があるというか、例えばそのセラートを使うとき、例えば LC6000、まあ、1台でいいんですけど、2台並べて、X350 のオーディオインターフェースを搭載しているので、パソコンからミキサーに来て、で、コントロールを、まあ、LC6000 を使ってセラートコントロールするっていうやり方も、HMD コントロールは何ですかね、USB は USB ですね、接続は。だから HMD モードで。だと思います。はい。セラートの。ちょっとそこを確認します。はい。まあ、HMD モードで、操作して、まあ、互換性とかレスポンスも素晴らしくて、SC6000 でレイヤーモードでやるっていうやり方ももちろんありますけど、こちらの X1850 オーディオインターフェースの入ったモデルでセラートでこちら2台っていうセットでももちろん抜群におすすめなもので、まあ、こんな素晴らしい筐体のものが、まあ、工芸品みたいなものが、素晴らしいものになって、まあ、ベストプライスで手に入る、まあ、ここまで工芸品レベルなものでこの値段っていうのは、まあ、お値打ちかなと思ったりもしております。まあ、普通に、他の会社さんとかから比べるとうわ高いなって思われるかもしれないんですけど、実際物を見て細かいところを見ると本当に素晴らしい作りをしておりますので、 DJ 機材の高級ブランドっていうところでございますので、ぜひご検討よろしくお願いいたしますって締めようとしましたが、ご担当の方何かあと一言ございますか？ちなみになんですけど、はい、LC6 さん、はい、他社さんのコントローラーと連動しておくことができる、はい、某 P 社、あ、そうなんです、はい、SRT がつく、うん、1000 SRT がつく、うん、皿4枚使いとか、まあ、そのセラートの他社さんのコントローラーでも、そうですね、まあ、デッキ追加っていうことでも対応しているようなので、はい、その拡張性高いこのプレイヤーコントローラーありそうでないか、意外とありそうな、はい、セパレートのコントローラー検討またよろしくお願いいたします。今日は新製品、DJ に関しては、3種類撮りで、お送りいたしますので、はい、また次回もよろしくお願いいたします。お付き合いありがとうございました。失礼いたします。チュクチュク、皆さんの知りたい情報、より良い情報をお届けして音楽ライフがより良くなる動画をいつもお届けするよう心がけております。これが知りたい、あんなことをやってほしいなど、質問や感想など今後の動画作成の参考にさせていただきますので、コメント欄にぜひお願いいたします。 Twitter、Facebook、Instagram でもお役立ち情報や
お得なキャンペーンなどを随時配信しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。 LINE の公式アカウントではこれから音楽を始める方へのご支援としてクーポンを配布しております。お買い物の際はぜひご使用ください。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画をお楽しみに。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。